はい、今回はこちらのベッド&ブレックファーストに宿泊します。ここはちょうどニューヨークとニュージャージーの境目の、ニュージャージー側なんですけれども、こっからね、家にね2時間弱くらいで帰れるので宿泊しなくてもいいかなと思ったんですけど、ちょっと小旅行を兼ねてということで、こちらの、ベッド&ブレックファーストに宿泊します。ここがね結構レビューが良かったので、なんか朝ごはんがめちゃくちゃいいっていうんでね、皆様にちょっとこんな感じでね、多分明日ここブレックファーストになるんだと思うんですね。でこっちがねリビングルームね、でうちらのお部屋がですね2階なんです。もうねなんか昔ながらのって感じじゃない。そうこれいろんなお部屋があるんですけど、バックヤードとかもあったんでね、うちらのお部屋がこちら、エーデルワイス6番でございます。はい、じゃあお部屋こんな感じですよ。じゃじゃーん、可愛いお部屋ですね。でこちらがトイレなんですけど、今ジョンさんがあ結構ね可愛いお部屋だということでね、こちらに一泊宿泊して明日のブレックファーストが楽しみです。でブレックファーストです。見てちょうだいこれ、ほら、なんとクロワッサンがオムレツの中に入ってるんです。珍しくない？じゃあいただきます。いただきます。はい、じゃあいただきます。わぁ、 Just be careful when you say it's really hot. It's hot, okay. Ooh, so fluffyIt's really hot. わ、 so hot. 見える湯気、ほら。Put some pepper on that bad boy. Yeah, salt. I did the salt and pepper, but you can still. Oh, you love. I love pepper. はい。じゃあブレックファースト結んでそろそろチェックアウトするんですけれども、正直このベッド&ブレックファーストちょっとディサポインテッドだったかなという、ちょっと期待しすぎちゃったんですけど、本当はここじゃなくてもうちょっと違うところにね、レゴパークっていうのがあるんです。昨日リンゴ狩りしたところから車で15分くらいのところにレゴパークってあるんですけれども、そのレゴパークの、オフィシャルホテルがあって、レゴパークオフィシャルホテルに泊まろうかなと。レゴパーク興味ないんですけど、レゴパークのお部屋が用意されてて、で他のホテルとかね、日月で宿泊ってだいたいアベレージが100ドル前後ぐらい、ちょっといいホテルだと100-150ドルぐらいになったりするんですけど、ちょっと特別で奮発してこちらのベッド&ブレックファーストも、全部込みで170ドルぐらい、175ドルぐらいかな。でレゴパークの方ももうちょっとかかるのかな、190ドル180ドル190ドルぐらい。ちょっと奮発で小旅行なのでどっちでもよかったんですけど、なんかレゴパークは子供が生まれてからでいいんじゃないってジョンさんが言い始めて、絶対子供が生まれたら来ないんですけどね。でレゴ好きじゃない限りね、だからベッド&ブレックファーストでいいよって言って、ここだからアベレージよりもちょっと高めなんですけど、レビューがものすごく良くて、ブレックファーストがすごいいいって書いてある、どこのレビューにも書いてあるので、もうすごい期待してたんですね。ただ泊まってみて正直ね、私の番組では事実を、思った事実をそのまま述べようと思ってるので、オーナーさんはすごくフレンドリーで悪くないです。
いいです。でもこの部屋全然ウェブサイト見た感じなかなか素敵って思うかもしれないんですけど狭いで、ベッドもフルサイズで狭いで、ブレックファーストあれだけレビュー良かったのに、ちょっとびっくりですね。ちょっと残念なので、私のビデオでこう今朝ね、あのこちらのベッド&ブレックファーストからあのライブ配信したんですけれども、なんかそれでね勘違いして、ああコリンゴさんが言ってたから行こうなんて言ってがっかりされても困るので、よくリサーチしてもらって、他のレビューはすごかった、すごくいいんですけれども、私のレビュー的にはうーんって感じです。そうですね、5つ星があったら星2つぐらいすごい低いじゃんっていう感じなんですけど、だからね逆を言えばレゴランドのね、あのオフィシャルホテルの方がこうビデオのコンテンツ的には面白かったかもなっていう、まあ、子供がいないカップルが泊まってもえって感じなんですけど、それでも多分レゴランドのオフィシャルパークの方がもっとあのレコメンドするのに楽しいコンテンツのビデオが作れたかなと、ちょっと、私のこれオフトークですのでね、まあでもあの週末ね、あのアップルピッキング行ってきて楽しかったので、そちらのね模様も見ていただけたと思うんですけれども、まあこれにて終了ということで、また何かあったらね、あのそんな大した情報配信できないんですけれども、まあちょろちょろっと情報配信できるようなあのビデオにしていきたいと思いますので、チャンネルにしていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしますはい、ということでチェックアウトまであと1時間になるんですけれども、もうチェックアウトします。はい、まあね、見た感じは素敵なあのお家って感じなんですけれども、ちょっとねあのプライスとサービスがマッチしないかなっていう、もうちょっとこの程度だったらプライス安くてもいいんじゃないかなと。しかも平日ですからね、日月ですから、週末とかホリデーじゃないのにこの値段っていうのは、まあ私的にはブレックファーストが一番残念だったですね。がっかりっていうか。でもまあまあ、ちょっとリラックスして、ジョンさん的には、いや、よかったよかったって言ってますしね。そんな文句ばっかり言わずに。ということで、楽しい週末旅行、終了でございます。じゃあこれからね、ニューヨークシティの方に帰ります。まあ、これだったらね、泊まらなくても、日帰りで全然 OK なんですけれども、まあ、せっかくジョンさんも月曜日お休み取ったということで、はい、じゃあこれからニューヨークに帰ります。ではではまた。